このブリッツチュートリアルへようこそ今日は BI パブリッシャーレポートをインポートして少し修正を加えそれをユーザーと共有する予定ですはいそれでは閉じますねブリッツリポートはすべての責任範囲にあります開発者なら開発もどう持っておりユーザーなら当然のことながらレポートを実行するだけですここでブリッツリポートを開きます私は原価計算もどうにいます えー、そして開発機能があるんで、えー、セットアップをクリックします。b r パブリッシャーのレポートをインポートします。この場合、オールインベントリーレポートと呼ばれるものです。それをインポートします。これでパッケージ内のすべての SQL がオ,オラクルからの標準パッケージである原価計算パッケージに含まれます。興味があれば、そのパッケージを開いてみることもできます。 でその中で Oracle からの面の SQL パッケージを見ることができます。とても、えー、素晴らしい数値設定がされています。今回はそれをしませんが SQL はすでにここにあります。パラメータも転送されておりレポートの割り当てもあります。開発に関して言えば実際にはそれほど多くのことをする必要はありません。プロセスの約95%は完了していると言えます。 これを標準フォーマットで実行しますおここで数別のパラメーターが利用可能ですそれをクリックして実行します処理は同時指向マネージャーを経由して Excel に送られますこれは Oracle のレポートと非常によく似ています簡単に比較してみましょうヘッダーの詳細を保持しているのは少し厄介でスプレッドシートで作業するのが難しくなります Oracle はソヤコ関係を作成し Excel との互換性が低いことが多いです そのためブリッツリポートに取り込んで再加工しユーザーに戻す方がはるかに簡単です。XML コードを解除するために何日もかける必要がありません。そうですね<と>、えー。追加の列があることに、えー、気づきました、えー。設定によって変更することもできますしテンプレートを使って開発者とユーザーの両方が利用できる簡単な方法で列を駆使することも可能です。 ね、それがどう見えるかというと、ねだけ、ここも同じですが、ね、これが問題のコラムです。列を上下に動かして、利用可能、または表示可能にするための辞ンがあります。複数選択ができ、項目を上下に移動できます。ユーザーから見た場合、適切な順序でレポートを表示する機能を提供しています。 開発者としてはテンプレートを保存し共有できますそうすればユーザーは追加作業をしなくても済むかもしれませんではそれを実行して必要なものがすべて減っているかコラムが削除されているか確認しましょうこちらが古いバージョンでこちらが新しいバージョンです 同士リクエストを通じて表示されます。標準の方法で表示します、えー。追加のパラメータをリクエストされたので、それをレポートに追加します。えー、非常に簡単で、えー、指示金を押すだけで、ね、利用可能なすべてのパラメータを再利用できます。私は組織コードに関心があり、それが倉庫であることを知っているので、それをここに持ってきます。 ナスポイポントにににタブで移動しし組織に位置すするように変更しますレコードを保存します。これがパラメーターのすべてです。非常に簡単です。寝読しのものを作成することも、他のブリッツレポートから既存のものを再利用することもできます。 割り当てないでユーザーやアプリケーションリクエストグループに割り当てることができます。さあ、ついえいえさんそれを解析をしましょう、ね。新しいパラメーターが見えるはずです、ね。ここにあります。倉庫を選択できるようになりました。えー、デフォルトも設定しました。これを解析をします、えー。動作確認をします。そして標準のものと一致していることを確認できるレポートがあります。 今はそれを行いません。ここで別のことをお見せします。今基本的なサニティテストを終えて次に住みたい場合があるかもしれません。The new version の確認。g e n ー q q q のバージョン管理です。今、やみたい場合、別の環境にこれを移動します。 ね、そこであ、まずこれをエクスポートして、レポと XML として処理できます。ね、これがローカルのダウンロードディレクトリや設定した場所に保存されます。それでは、閉じます。そして、えー、これがサイトの概要です。このレポと新しい環境に持ち込むとしましょう。例えば、システム動合テストや UET に移動したとします。 まそこではここに来てインポートを選択します。では何をインポートするかと聞かれますね。そこでこれは XML ですと答えます。それからファイルを選択する必要があります。ダウンロードからファイルをブラウズして見つけます。そう、v s のによる送信します。中心はブリッツレポートの新しいバージョンを取り込みます。そしてこれが私のためのものです。 では、何をしたかを復習します。ステップ1は当然ながらブリッツレポートをインストールすることです。ステップ2は標準の BI パブリッシャーレポートをインポートすることです。ステップ3ではそれをテストしました。正常に動作することを確認しました。ステップ4ではパラメータを追加しました。そして、ステップ5でバージョン管理を行い、それを複数の環境圏で共有しました。すべてが10分未満で完了しました。その速度でレポートを開発したり、変更を加えたりできるのが分かります。 そしてそれに似たようなことですあ。ブリッツソフトウェアは最初の30レポートまで無料で試すことができます。エンジンケネティクスのサイトにアクセスして、ブリッツレポートをダウンロードしてインストールしてみてください。い自分で試してみるか、公示サイトのでも環境を使用してみてください。リソースブログチャンネルに多数のブログがあり、このビデオが保存される YouTube チャンネルもあります。今日はここまでです。視聴ありがとうございました。 時間を歌えていただきありがとうございます。ですので、さようなら。